女信号、次回は、かつて池島に存在した炭鉱、池島炭鉱で使用されていた列車である。蓄電池機関車2両と客車4両による、プッシュプル編成が組まれ、構内用蓄電池列車としては、世界最速の時速 50km という性能を有していた。女信号を次回と表記する資料も存在する。池島の南沖合の海底下を、 採掘対象区域とする池島炭鉱では採掘現場の奥深に伴い稼働時間の確保のための輸送システムの効率化や移動時間の短縮が長年の課題であった。1993年の時点で空気ブレーキを搭載した10トン蓄電池機関車が牽引する客車列車による最高速度時速 25km 片道所要時間18分運転が実施されていたが さらなる稼働時間の確保のため、翌1994年に水平人車高速化時速 50km プロジェクトを発足させた。そして工術する線路など施設の改良工事と合わせ、ドイツから輸入されたのが女信号、次回と名付けられた列車である。両端に連結される片運転台の蓄電池機関車には 62kW の参照。 交流誘導電動機が搭載され、リベットを半導体素子に持つ VVVF インバータが制御装置に用いられており、改正電力による2機の蓄電池への充電も行われる。総括制御に対応しており、運転台には編成内の車両に関するセンサー情報が表示される液晶モニターが設置されている。また、車両の立行停止は運転台にある。 マスターコントロールレバーによって制御され、立候時に踏み込む必要がある、フットスイッチや緊急停止ボタンなどの安全装置も備わっている。中間に連結される4両の1車は6区画のコンパートメントで構成されており、それぞれのコンパートには左右双方に乗降用のスライドドアが設置されている。車体は積層アルメニウム製で、ボギー台車の改良と合わせて乗り心地と車音製。 防振性の向上を実現させている。また編成内の一両は、緊急時に単価が運べる、要、スライドドアのパネルを上部に跳ね上げることが可能な構造となっている。脱線を防ぐため、機関車、人車もに、石炭技術研究所との共同研究により、開発された車両同様指示系が搭載され、設定値を上回る車両の同様を感知すると、 自動的に速度の半減、もしくは停止が行われるようになっている。なお、女信号、次回導入に合わせて、列車運行監視制御装置や信号と連動する電動ポイントの設置など、施設の強化も行われ、特に走行区間のロングレール化や同章サイズの大型化、枕木密度の向上、レールの固定強度の強化などの改良工事は2年半にも及んだ。 また高速運転を実現させるため、走行区間は他の列車などと分離した線路を使用することとなった。1996年11月25日から運用を開始し、海抜マイナス650メートルにある行道内に、ある第一列車停留所南水平神車、停留所間で1日19往復が運行された。当初の営業速度は時速十五キロメートルであったが、 試運転時には最高時速時速 50km を記録し、片道所要時間はそれまでの18分から12分と6分短縮された。愛称の女信号次回は社内公募によって選ばれたもので、第二立手公の行動事務所前にある女神像次回が由来となった。だが、海外の安価な石炭との競争に押されたことに加え、2000年2月に起きた 校内火災が影響し、出炭量が激減し、池島炭鉱を運営していた松島炭鉱は、同年3月期の決算で、約54億円もの債務超過に陥った。さらに2000年度をもって、国内炭鉱を支援していた、石炭工業調整臨時措置法が打ち切られる、ことにより、炭鉱存続は困難と判断され、池島炭鉱は2001年11月29日を、 もって、閉山となった。これにより、女信号、次回も、わずか5年で引退した。閉山以降は1編成が、池島炭鉱跡に、もう1編成が、大牟田市石炭産業科学館に保存されている。ありがとうございます。